まあ、将棋キャスト2分切れ巻きやっていきます。相手はおっと桂馬を一見跳ねてきましたね。やりづれえな。いやでも失敗したかな。早立ちすぎたな。まあ金上がって様子見るか。まずい。ふんどしの刑されちゃう。やばい、ちょっと押されてますねか。じゃねえよ。回収しよう。局面はわかりませんが。角には角を押して。角誰かな。そうですね。両取りなんで。まあ、飛車は諦めよう。銀ただか。細かいとこ、細かいことは気にしないタイプなんでね。これはまあ、飛車取るかな。取ってしまった。で、まあ、一旦アディオスしときましょう。アディオスしといて。アディオスしたのはいいが、手がねえよ。金ちゃんが背中かいな。謎の叩きを入れといて、謎の叩きの歩を入れといて、飛車を下ろして、角打たれたら捕獲されるやつ、されねえやつか。まあ、強者回収、5合格とかもありそう。ほら。まあ、予想通りと。まあ、この辺はね、平凡の桂馬。まあ、王手が先手なんで、ちょっと難しい。まだわかんない。一旦筆を受けとくか。まあ、そこ風ですよね。まあ、とても寄せれる気はしない。今日この王府、王手。金ペタ。まあ、王手か。まあ、同銀、同と。同金。馬と、角取ったでしょ？ちょっとやばいか。金打たれても死なねえよ。飛車効いてるって。今詰められたのか。同飛車。まあ、かわす。向こう、駒なくなってきたぞ。こっち一手詰めなんでね。こっちに三方なんで、銀打ち、歩玉、同金だよな。そう。同金だよな。強者、角取ると、これは勝ちましたね。ラッキーですね。よっしゃ。